商工学院中学校、高等学校は、神奈川県横浜市中区滝の上に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校、高校からの生徒募集をしない、完全中高一貫校、最寄り駅は、JR 東日本根岸線の山手駅、周辺の石川町、山手地区には、多くの女子校が存在するが、その中にある男子校である。 ユーミンの海を見ていた午後で有名なレストラン、ドルフィンにほど近く一部の教室からネギシワンが見下ろせる。なお、キリスト教の思想に基づき旧校舎の窓は東を向いていた。1819年にフランスで創設されたキリスト教教育修士会の創設者であるジャンマリード・ラムネの思想を色濃く残している。幸君は新種タ現在の学院長は トマス・トランブル、学校長は、工藤誠一、近年は、東大合格者数ベスト12毎年ランクインするようになり、栄光学園と共に、神奈川に光の一つとされる大長役した、長新学校。2019年度合格者数は、神奈川県で1位、全国で3位であった。難関次第の合格者も多い。また、現役進学率が高いことで知られる。 2019年には、現役77人、現役浪人合わせて93人が合格したが、2020年度では、現役53人、現役浪人合わせて62人と実績が悪くなった。理由としては、去年現役が多く合格したことにより、今年は浪人層が薄かったことが挙げられる。神奈川男子市立後3夜の一つに数えられている。 東京都世田谷区のセントメリーズインターナショナルスクール及び静岡県静岡市駿河区の静岡商工学院中学校高等学校は姉妹校であるが交流は少ない。当校とセントメリーズインターナショナルスクールはいずれもキリスト教教育修士会の学校法人聖マリア学園が経営している。静岡商工学院は1977年3月に 学校法人聖マリア学園から独立している福島県達市にある野球で著名な商工学院高等学校や山口県光市にある商工高等学校とは関係ない2011年度より3年計画で段階的に校舎の全面建て替えが行われた実際には東日本大震災や台風の影響で工事が遅れ2014年11月15日に竣工した 2018年から週刊モーニングで連載を開始したドラゴン桜にの舞台立山高校の校舎のモデルとなっているのは本校の校舎である。なお立山高校は男女教学でありこの学校とは関係がない。2018年より文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。冬服は黒のイートンジャケットにグレーのニットネクタイ、黒のズボン。 これは模服に由来するイートン・カレッジの制服の衣装を真似たためとされる。襟がないのが特徴であり、胸ポケットに学年色の交渉をつけることとなっている。昔は3色だったが、現在は6色。夏服は白の半袖解禁シャツに黒のズボンである。シャツのポケットに学年色で交渉の刺繍が施される。昔はグレーだった。2019年から夏季休業期間中のみ。 学校指定のポロシャツが導入された。文化祭は4月の終わりか5月の初めの土日に行われ、商工祭と呼ばれる。生徒の自主性に重きを置いて運営され、2日間で2万人以上が訪れる。最近では商工祭案内アプリが作られている。春夜祭り、グランドフィナーレなど催し物にはことか,かない。2020年度は新型コロナウイルスの影響により、9月に延期する。 予定となっている9月下旬に非公開で行われ中学生と高校1.2年生がクラス対抗の形式で5チームに分かれ優勝を争う本校では同校会などを含め公認団体との交渉を用いているその他世界各国にキリスト教教育修士会の系列姉妹校を多数要するありがとうございます